次に畑野君江君、畑野君。日本共産党の畑野君江です。公立の義務教育小学校等の教育職員の給与等に関する特別措置を一部改正について伺います。昨日の参考人質疑で神奈川過労死等を考える家族の会の工藤幸子代表と日本労働弁護団の島崎力弁護士の双方から1年単位の変形労働時間制を公立学校の教員に適用できるようにすることに厳しい批判が寄せられました。そこでまず最初に厚生労働省に伺います。そもそも1年単位の変形労働時間制は労使協定が必須とされていること、また恒常的な時間外労働がないことなどを前提とした制度とされております。その理由は何でしょうか。厚生労働省吉永大臣官房審議官。お答え申し上げます。1年単位の変形労働時間制は休日の増加による労働者のゆとりの創造、時間外休日労働の減少による総労働時間の短縮を実現することを目的してございます。1ヶ月を超える1年以内の期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間を超えないことを条件として業務の範囲に応じて労働時間を配分することを認める制度でございます。本制度は設定できる変形期間の最長期間が1年と長く弾力化の度合いが高いということがございますので、その観点から制度導入に際しましては、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合におきましては、その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合におきましては、労働者の過半数を代表するものとの書面での協定が必要としているものでございます。また、本制度はあらかじめ業務の範囲を見込んで、それに合わせて労働時間を配分するものであることから、突発的なものを除きまして、恒常的な時間外労働はないことを前提とした制度設計となってございます。畑野君。今日は資料の1について、伺いたいと思います。今のおっしゃっていただいたように、この1年間というのは非常に弾力化されると、つまりいろんな変動が起こると、でそれは労働者への不利益になると、いうことで労使協定が必須だというふうにされているというふうに理解をいたします。またそういうふうに長きにわたって変更するわけですから、恒常的な労働時間がないと、よっぽど突発で的なこと以外はですね、前の日になって突然とか、その日になって突然とか、そういうことはない制度だという理解でよろしいんでしょうか。確認です。厚労省吉永審議官。ご指摘のように、今ほど申し上げましたとおり、基本的には突破的なものを除き、恒常的な時間外労働はないことを前提とした制度となってございます。ただ一方で1年単位の変形労働時間制を採用した場合におきましても、法律上の時間外労働となる時間というものは認められているものでございまして、これにつきましては少々複雑でございますが、これから申し上げる3点のいずれかに該当するものというものでございます。1つ目は1日単位で管理する場合でございまして、労使協定で所定労働時間が8時間を超える時間と設定されている日につきましては、その所定労働時間を超えた時間、また所定労働時間が8時間以内とされている日につきましては8時間を超えた時間というものが一つでございます。で、二つ目が労使協定で所定労働時間が40時間を超える時間とされている週につきましては、その所定労働時間を超えた時間、また所定労働時間が40時間以内とされている時間につきましては40時間を超えた時間とされております。ただ先ほどの 日単位で、所定労働時間となるものにつきましては、これを除くということとされてございます。また全体として例えば1年という対象期間におきます法定労働時間の総枠を超えて労働した時間というものがございます。これにつきましては先ほどの日単位あるいは週単位のものを超えた時間という形になってございます。で、その上ででございますけれども、1年単位の変形労働時間制を採用している事業所におきましても、法律上の時間外労働を行わせる場合におきましては、労働基準法第36条に基づきます時間外労働休日労働協定への締結、
また労働基準監督署への協定書の届け出ということと、あと労働基準法第37条に基づきます割増金融支払いというものが必要となるものでございます。畑野君。ここ文部科学委員会なもんですから、一つ一つ丁寧に伺わせていただいておりますので、よろしくお願いをいたします。それですね、一番最初にお答えしたことに関わって、今割増賃金の話も少ししていただいたんですが、そこに行く前にこの資料なんです。つまり1年単位の変形労働時間制というのはいろいろと政府の方はおっしゃるんですが、実際このグラフを見てみますと、例えば、10月1ヶ月あたりの法定労働時間は177時間なんだけれども、219時間まで働くと、この差というのは、時間外労働が発生すると、こういう理解でよろしいですね。厚生労働省、いかがですか。確認です。確認だけです。はい、厚労省、吉永審議官。お答え申し上げます。先ほど申しましたように、ちょっと時間外労働の時間の算定はやや複雑ではございますが、その1日単位、あるいは週単位、あるいは総枠というものの枠を超えたものにつきましては、時間外労働に該当するというものでございます。畑野君。はい、そしてその場合は、おっしゃっていただいたように、普通はですね、法定労働時間を超えた分については時間外労働が発生するし、そしてさらに割増賃金も発生すると、こういう理解でよろしいですか。確認です。厚労省、吉永審議官。委員ご指摘のとおりでございます。畑野君。それでは資料の右手の方です。1年単位の変形労働時間制、10月が219時間働くというグラフです。でこの場合は通常の労働時間制度の場合のような割増賃金というのも払われないし、普通の労働時間というふうにカウントされるということですね。厚労省、吉永審議官。お答え申し上げます。この表におきましてはご指摘のとおりでございます。畑野君。つまり結局この1年単位の変形労働時間制というのは、割増賃金を使用者は払わなくても済むと、こういう制度なんです。ですから現場でどうなっているかというと、ブラックのような状態がもう本当に広がっているというのが私は実態だというふうに言わなくてはならないし、昨日の島崎参考人からもそのことが厳しく私は指摘されていたというふうに思います。では加えて1年単位の変形労働時間制でも割増賃金の支払い義務が生じるケースはあると思うんですが、それはどのような場合でしょうか。吉永、厚生労働省、吉永審議官。お答え申し上げます。先ほどご説明いたしましたとおり、1日単位8時間、あるいは週単位の40時間、あるいは全体としての対象期間における法定労働時間総枠を超えた場合という形で若干の計算式がございますけれども、これを超えた時間につきましては時間外労働と該当されしますので、それにつきましては時間外労働の割増賃金を払う必要があるというものでございます。畑野君。そうしますとですね、この資料の右側の1年単位の変形労働時間制、例えば11月は1ヶ月あたりの法定労働時間よりも少ない129時間というふうになっているんですが、これを超えてしまった場合の残業代の支払い、あるいは割増賃金の支払いについてはどうなるのでしょうか。厚労省、吉永審議官。先ほどご説明いたしましたとおり、この期間につきましては1日単位8時間を超えるということはないものと思われますけれども、トータルで週40時間を超えるということになれば、そのにつきましては割増賃金を支払う必要が出てくるということでございます。畑野君。つまりですね、問題のある制度だと私は思います。しかしそれでもなおかつ短くなったときに伸びたら
残業代が出る、あるいは長くされているときでもこれは当然残業代が出る、割増賃金が出ると、まあ、こういう制度が、まあ、一応民間の中では、常識と、問題点はあってもそういう制度で担保されているし、それは労働者の不利益になるわけですから、労使協定でしっかりと結ばれることが必須になっているということだと思うんです。それではですね、最初に申し上げたようにいろんな問題がある1年単位の変形労働時間制での脱法行為の事例は掴んでらっしゃるでしょうか。また合わせて伺いますのは、これを導入している事業所数、そして直近の指導監督件数はどうなっていますか。厚労省吉永審議官。お答え申し上げます。ちょっと お答えの順番が逆になってしまいますけれども、1年単位の変形労働時間制を採用している事業所数という形では把握をしてはおりませんけれども、1年単位の変形労働時間制を行う場合につきましては、これは3ヶ月以上という形になりますけれども、まあ、届出書をいただくという形になってございます。この届出書の提出は38万件をご提出いただいているということでございます。で、全体の事業所数ですけれども、経済センサスの基礎調査により算出した数値は412万の事業所という数になってございます。また指導監督につきましては全体としての法定労働時間違反の件数ということにつきましては大体年間で2万8000件という形でございますが、1年単位の変形労働時間制にかかるものというものを区別して集計してございませんので、お答えすることができないというものでございます。あと具体的な例といたしましては個別の事例になりますけれども、例えば1年単位の変形労働時間制にかかる指導にあたって、例えば1年単位の変形労働時間制を導入するにあたりまして、大体カレンダーをつけていただくと、でこの日はこの時間という形のカレンダーがございますけれども、このカレンダーので定める、所定労働時間を超えて時間外労働を行わせていたというような事例がございます。また実際には時間外労働変形労働時間制を取る場合に時間外のサブロック協定を結んでいない事業所も多いんですけれども、そういう事業所の中で時間外行わせているような事例も散見されるという状況でございます。畑野君。つまり1年単位の変形労働時間制がですねきっちりと行われていないと、掴んでいない部分もあるということですよね。これきちっと掴んでいただきたいと思うんですが、いかがですか。厚生労働省吉永審議官。1年単位の労働変形労働時間制につきましては制度導入から20数年を経ております。で必要なものというのは申告等の監督を行っているところでございますが、引き続き適切な監督に進めてまいりたいと思います。畑野君。委員長、資料提出を求めたいと思いますので、後で測っていただけますか。今の件について。はい、後刻理事会で協議します。例えばですね、一つだけ例を挙げておきますけれども、ヤマト運輸の例、この間是正も入って、数百億ともいえるような、未払い残業代の支払いがあった件で、皆さんもご存知だと思うんですね。で例えば、ここではどういうことがあるかということで、これ5月21日に、提訴された件です。長時間外労働をしたのに残業代が一部しか支払われていないという訴えです。ドライバーの方ですけど、運転前の荷物の仕分け作業で午前6時台に出勤してもタイムカードを朝8時に押すように上司に指示されたほか、忙しくて休憩時間がないことが常態化していた。でさらに同社は他の勤務に時間を短縮することで1日8時間を超えても残業代を支払わずに働かせることができる変形労働時間制を採用しているが、他の日の勤務時間を短縮できていないと言っていると。多い月では120時間以上の残業があったということで、未払い残業代約260万円に加え、
労働基準法で制裁金にあたる付加金約100万円の支払いも求めていると、こういう事例ですよね。またやはりですね、問題になっているのはこの会社で言えばシフトが組まれている、それ自身が上限を超えてシフトが組まれているという例なんですが、途中でこのシフトが変わった、そういう運用もされていたということで、こういうことだと変形労働時間制をそもそも導入することはできないと、無効になると、そして残業代もしっかりと払われると、こういう事例があるというふうに伺っているんですが、承知されていらっしゃいますか。厚生労働省吉永審議官。お答え申し上げます。個別の件につきましては答弁を差し控えさせていただきますけれども、いずれにいたしましても1年間の変形労働時間制につきましても時間管理をきちっとしていただく、で必要なときには必要な所定外の残業の手当を支払わ割増手当を払っていただくということは原則でございますので、いずれにいたしましてもきちんとした時間管理を行っていただくように必要な指導は行ってまいりたいと考えてございます。畑野君。変形労働時間制でもいろいろなケースがあると思いますけれども、大手でこういう状況が出てるんです。ですから、もう中小企業でいったら、もうどうなるかということです。デパートで、年末商戦の時期は忙しいということで、一定期間だけ残業代を支払わずに残業をすることができるようになると、働く側はあまりメリットがないと。そういう声も出ているわけです。まさにサービス残業にもつながりかねない、未払い残業代の問題はもちろんですけども、こういうことが言われてるんですね。もう残業代は出ないよって言われてる会社もあったり、サービス残業が長く続いているという事例も伺っております。さて、こういう状況の中で、厚生労働省にもう一つ伺いたいんですが、昨日の参考人の発言でもありましたけれども、長時間過密労働と過労死の関係について伺いたいと思います。厚生労働省吉永審議官。お答え申し上げます。長時間労働と過労死の関係ということでございますけれども、現在脳疾患、心臓疾患につきまして、労災の認定基準というものが定められてございます。これは医学的な専門家により構成された検討会で取りまとめていただいたものでございますけれども、これは業務による明らかな過重負荷を受けたことに発症した脳・心臓疾患と労災認定の対象疾患としているものでございます。その認定要件といたしましては、発症直前から前日までの間に異常な出来事に遭遇した場合でありますとか、発症前1週間前程度の時期に特に過重な業務に従事した場合というのがございます。それに加えまして、発症前の長期間にわたって著しい疲労の蓄積をもたらす、特に過重な業務に就労したことというものが挙げられてございまして、具体的には発症前1ヶ月間におおむね100時間を超える時間外労働があった場合、または発症前の2ヶ月ないし6ヶ月間にわたりまして1ヶ月あたりおおむね80時間を超える時間外労働があった場合などを定めているものでございます。畑野君。今日資料の 2つ目につけさせていただきました。厚生労働省ストップ過労死というリーフレットです。毎月11月は過労死と防止啓発月間ですということで、今11月に13日になっております。2枚目のところで過労死等とはということで、過労死等の定義がされております。業務における過重な負荷による脳血管疾患、心臓疾患を原因とする死亡、業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡、死亡には至らないが、これらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害で、長時間労働と過労死等ということで、その次に書かれております。脳・心臓疾患にかかる労災認定基準においては、週40時間を超える時間外、休日労働が、おおむね月45時間を超えて長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まるというふうに書かれているわけですね。そういうことでよろしいですか。
確認です。厚労省吉永審議官。私どもの、 検討会の報告書でもそのように記載されているところでございます。畑野君。つまりですね、80時間とか100時間とか言われるんですけど、もう45時間超えたらそういう危険性が高まっていくっていうね、ここは私は大事な指摘だというふうに言いたいと思うんです。さて、今厚生労働省からいろいろとお話を伺いました。それでは文部科学省に伺いたいと思うんです。これだけ大変な1年単位の変形労働時間制、どうして学校現場に、公立学校に導入できる前提があるのかということを萩生田光一文部科学大臣に伺いたいと思います。はい、萩生田大臣。あ、すいません、はい、ごめんなさい、すいません。え、一言で、この間文科省が、調査をしてきたように、1日11時間を超える、1日11時間を超えた平均です。1年間超える超過勤務で、小学校で約3割、中学校で約6割が過労死ライン。この過労死ラインというのは80時間複数月、あるいは100時間、まあ、いうことになると思う。80時間以上ということで、私たちも計算、過労死ラインを超えることの状況、これが恒常的に超過勤務があるですよ。持ち帰り仕事を含めれば、小学校で約6割、中学校では約7割を超して8割に近い状況が過労死ラインを超える超過勤務があるんですよ。ですから、この状況で厚労省が言ったような、この問題のある1年単位変形労働時間制、入れる前提ないじゃありませんか。大臣、いかがですか。萩生田大臣。まずご指摘のとおり、平成6年に1年単位の変形労働時間制が導入された際の労働省の通知においては、突発的なものを除き、恒常的な時間外労働はないことを前提とした制度であることとされています。これは1年単位の変形労働時間制は、あらかじめ見込んだ業務の半間に合わせて労働時間を配分するものであり、あらかじめ予想される繁忙による対応等は、本制度による労働時間の配分で対応することを前提とする制度の趣旨を述べたものと承知しています。その上で、この1年単位の変形労働時間制を導入する場合でも、労働基準法の規定により、時間外労働があり得るものとされています。公立学校においては、まずは業務の削減を徹底した上で、学校行事等に伴い、あらかじめ予想される時間外勤務について、1年単位の変形労働時間制の活用により、勤務時間を延長し、それを1時間単位で積み上げて、長期休業期間中に休日のまとめ取りを行うこととしており、あらかじめ予想される恒常的な時間外労働はないことを前提とする制度の趣旨に合致しております。他方、休日のまとめ取りを導入しても時間外勤務が生じることはあり得るものですが、今回新たに策定する指針における在校等時間の上限を踏まえ、業務の削減を徹底的に進めてまいりたいと思っております。畑野君。前提がやれてないのにですね、こういう法案を出すこと自身がおかしいと、間違っていると私は申し上げたいと思うんです。ガイドラインの話もですね、上限特例は1ヶ月100時間未満、こう言ってるんですよ。連続する複数日の1ヶ月あたりの平均が80時間を超えない、こんなね、特例まで含めて何の歯止めがあるんですか。先ほど厚労省からもお答えがありましたけれども、月45時間は業務と脳心臓疾患との関連性が徐々に高まるとされるラインなんです。で、結局そこまで超過勤務があるということを前提にしてるじゃありませんか。45時間というんだったら1年単位の変形労働時間制は恒常的な残業はないと、残業があれば割増賃金の支払い義務も生じると。しかし教員というのは恒常的な超過勤務があり、しかも割増賃金を払う必要がないんですよ。前提ないというふうに申し上げなくてはなりません。しかもさらに問題なのは、労基法で1年単位の変形労働時間制導入に必須とされる
労使協定がないまま条例で導入を可能とすることです。で、昨日島崎参考人は1年単位の変形労働時間制は労働時間の弾力化に伴う、しかもスパンが長い、1年という長い期間なので現場の意見を聞かなければ混乱が生じる、望まない時期に長勤を強いられるということで労使協定が必須になっていると指摘をされています。で、それを条例に変えて導入することについては、条例を決めることと労使協定と単純に意思決定権者も違いますので、合意抜きというのは労協で定められた要件、最低基準、憲法に由来する労働基準法で定められた最低基準を条例で許すことで、ここに風穴を開けてしまうものだと島崎参考人は指摘をされています。伺いますけれども、労使協定抜きに条例で制度を導入することと憲法、労協との整合性についてどうお考えですか。萩生田大臣。憲法第27条第2項では賃金、就業時間、休息のその他の勤労条件に関する基準は法律でこれを定めるとされています。ここでいう法律の一般法が労働基準法であり、地方公務員についての特例法としての地方公務員法が、さらに教育職員についての特例法としての給特法が存在しますが、憲法の規定は必ずしもすべてを法律で定めることまでも求めているものではなく、詳細を政令や条例に委ねる場合もございます。地方公務員の勤務条件については、地方公務員法第24条第5項で、職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件は条例で定めるとされており、住民自治の原則に基づき、住民の同意が必要であり、議会が団体意思として制定する条例によって決定することとされております。公立学校の教師も地方公務員であり、休日のまとめ取りの推進のための1年単位の変形労働時間制は、勤務条件に関する制度であることから、勤務条件条例主義にのっとり、労使協定ではなく、条例により導入することが必要であると考えており、今回の法改正によって、労働基準法を直接適用するのではなく、労働基準法において、労使協定で定めるとされている箇所について、条例で定めることとする読み替え規定を整備しております。なお、地方公務員法においては、職員の勤務条件に関する事項は、職員団体との交渉事項であり、法令等に抵触しない限りにおいて、書面による協定を結ぶことができる旨が規定されております。本制度の導入についても、この勤務条件に該当することから、導入にあたっては各地方公共団体において、職員団体との交渉を踏まえつつ、検討されるものと考えております。畑野君。労働協約と労使協定というのは全く性格が異なります。労働基準法の原則から逸脱する労働条件、本来であれば、違法行為となるものを一定の条件を満たして、労使の合意を条件として使用者を免罰するのが労使協定です。厚労省にちょっと確認したいんですけど、労基法の最低基準を上回る労働条件を労使で決める労働協約で、この労使協定というのは代替できるものではないと思うんですが、よろしいでしょうか。ちょっとで最初に言っておきます。しかもですね、地方公務員は労働基本権が制約されているために代替協約の締結権を奪われています。書面による協定が可能といっても、それは法的拘束力はないんです。ちょっと厚労省どうですか。厚労省吉永審議官。変形労働時間制におきます労使協定は、官層を代表する労働組合がある場合につきましては官層労働組合と、ない場合につきましては官層を代表する労働者の方と協定を結んでいただくということで、ご指摘のとおり、それを超えた場合につきましては免罰を与えるというものでございます。さらにその協定書につきましては労働基準監督署に届けていただくという形になるものでございます。労使協定 の内容と直ちに一致するものではございませんけれども、いずれにしても労使で話し合って決めていただくという性格のものであろうと思ってございます。畑野君。ですから憲法に基づくですね、労基法の最低基準さえ守られない、こういう労使協定抜きの制度導入はやめるべきだというふうに申し上げておきます。時間が来
てしまいました。実はですね、ここで半分しか終わってないんです。でもやはり1年単位の変形労働時間制をそもそもどういう制度なのかと、これをよく文部科学委員会で掴んだ上でですね、進まないと物事はいい方向に進まないということで、私はさらにたくさんの時間をいただいて次回も質問できるように委員長にもお願いを申し上げまして、今日の質問を終わります。午後1時10分から委員会を再開することとし、この際休憩いたします。